はい、今日はね、こちらね、ヒーローちゃんとかね、あまり紹介してない子をね、紹介していきます。第2ステージ来てからのね、こんな感じです、ヒーローちゃん。機嫌をやってますよ。毛並みもだいぶ良くなってきたしね、この外見れるようになってからね。ヒーローちゃん、ヒーローちゃん、おい、今日は泣けへんね。泣け言うときに泣けへんがね、これ。普段はよう泣いてんやけど、ね、ヒーローちゃん。外の空気もね、添えて、今空ちゃん出てますけどね、これレオちゃんあそこにいてます。後でね、レオちゃん動画ちょっと撮ります。これは家猫のジャルちゃんやけどね、もうちょっとしたら家にね、連れて帰ります。ね、ジャルちゃん。ね、ジャルちゃん。猫をと、出てけんね、トロちゃんね。トロちゃん。トロちゃん。父ちゃんも企業やってるけど、この子もね、またもう連れて帰ります。はい、これ、キッキちゃんね。キッキちゃんも、ね、ここ。おまむーちゃんの部屋言うてて、今、キッキちゃんが入ってます。ね。はい、キッキちゃん。まあ、なんとね、トイレも全部できてるんで、あなしてね、結構爪研ぎしとるから、これええんかな思ったりもするんやけどね、この爪研ぎ。ね。ええかこれなあ、キッキちゃん。はい、それで最近めったにね出てこなくなったキーボ、じゃあハルちゃん、ハルちゃんここ、今ハルちゃんここにいてますよね。ハルちゃん、ハルちゃん、はいね、ハルちゃんね、まだねこの子不良やからね、ほいで、あ、引っかかったか、引っかかってるやん、ちょっと引っかかったね、ちょっと待ちやん、ああ爪研ぎしてんだからな。はるちゃんはほんま怖がりやからね。はるちゃん。はるちゃん。はるちゃん。大丈夫か。ご飯食べ。可愛らしいね、この子も。気が弱いからね、この子は。なあ、はるちゃん、気弱いもんな。なあ。こんな感じです。今、レオちゃん、食事中。レオちゃんでかいけどね、ほんまに。綺麗ね。こんな感じで、ヒーローちゃん。これで、ソラちゃん、こう言ってます。ね。ソラちゃん。ちょっとね、太らんとあかんね、この子も。はい。まあ、ここがこんな感じです。ね。まあ、この部屋もね、ここに水道をつけて、ね、ここベランダ、ここが出れるようにするんやけど、ね、ここに、向こうにあったね、水システムと、トイレ、配管をトイレ向こうに流すようにね、するんでね。まあここらの壁もやったり、猫のこう自由にね話せる空間にしますんでね、今ケージ置いてるけどね、はるちゃんご飯食べてね、ね、まあこれはもうちょっとかかるんでね、とりあえずね家猫の子は戻して、まあこの子もちょっとこのね、ここの子キッキちゃんも外に出したらこの子2階に行けるようにね、あ、下と上ね、こっちとこっちで行けるようにねするんでね。それで子もーちゃんはここでね監視いうかね、管理しますね。子もちょっと気弱いからね、ここでここに出したり入れたりっていう管理をねこれからしていきます。この子もねここを塞いだりしてね、下と上の空洞を塞いだりして出したり入れたりねしていくんでね、まあ、そんな感じですね。はい、以上です。